龍山本のバトルデュー。ということで皆さん、明日7月24日土曜日、ついに新機種のボトルマン BOT19 スカルピストルが登場します。この時を待ちわびていた。ということで今日はですね、もう発売直前ではございますが、スカルピストルを徹底解剖して紹介したいと思います。おーい、まずはパッケージ。今回はね、この通常サイズのこれ商品になってまして、この白と青のこの爽やかなカラーリングはまさにね、この梅雨の終わりを告げる夏の爽やかなこれはデザインになってるんじゃないでしょうか。ということでね、もうみんなご存知だと思いますけど、スカルピストルコントロールタイプ、そしてね、二つ名がですね、攻撃海賊ということで、まあ攻撃コントロールということでね、ここ見てください。ショートバレル砲で射撃精度がアップ。この後ね、説明しますが、かなりね、精度の高いバレルが搭載されております。ではでは、これ、ね、スカルピストルの内容物を紹介したいと思います。ドーン。ということで、これバラストをこのようになってます。いつもより細かめに分解しております。ということでね、早速ご紹介したいと思います。まず素体からだね。素体これ見ていただくとですね、まあ、ちょっと白青カラーになっておりまして、まあ、このホールドパーツに関してはちょっとこのフラットのタイプのね、ラバーもローラーもついてない形のコントロール向きのこちらパーツになっておりまして、でトリガーパーツのこのパッドの部分はですね、横広になっていて、両手で指をね、右左押しやすくなっているので、かなり安定して両手で発射することができますので、まあ、中央に対して力も加えることができるというところで、押しやすさ重視になっております。でね、お目目もね、これね、これ皆さんお気づきですかね、後ほどちょっと紹介するヘッドパーツもそうなんだけど、ここね、お目目のここにこう傷がついていて、海賊感がすごい、演出されていて、かっこいいお目目になっております。でキャップはね、このようにこのね、スカールのマークになっているので、もうね、この海賊モチーフのこの徹底さがね、もう職人技でございます皆さん。はい。でね、腕パーツに関してこれピストルを持ってる、これアームのパーツ縦長になっておりまして、そして何よりもですね皆さん、これショートバレルが今回付くということで、まさにね、これコントロールタイプがね、こう遡ると玉ロックぶりに出たということで、これね、新たなるこのショートバレルが安定感と、あとはね、この発射した瞬間のね、キャップをね、補正してくれるので、かなり精度高く発射ができて、ターゲットを撃ち抜くことができるというような、これパーツになっております。そしてね、今回ヘッドパーツがね、ちょっとこれ芸が細かいんですけど、ここにね、さらにこのスカルの骸骨のパーツがこうはめ込まれるようになっておりまして、これがまたね、立体感を生んで、またなんか見た目が超かっこよくなってるというところで、今回のスカルピストルはね、能力はもちろんですけども、かなりこの見た目もかっちょよくなっているので、もう一回これ組み立てて皆さんに全身を見てもらいたいと思います。じゃあ組み立てていきたいと思います。よっとっと、見て、これでもちょっと可愛いね、頭かっこいいのついて、素体で、よいしょ、拳銃、そしてガッシャン、ダブルマシンガン、ダブルマシンガン、マシンガンじゃなくてピストルか、ショートバレルでつけたいと思います。今回ね、この端パーツのね、ここかな、見えるかな、ここに対してこのデコをですね、デコボコをはめたいと思います。カシャンと簡単につけれます。誰でも簡単にスカルピストルの、完成です。ということで、さっきのね、可愛い素体からこんなにかっこいい海賊さんが登場いたしました。でね、キャップも入れるよと、これで完成でございます。かっちょいい。それではこのスカルピストルの、このショートバレルを活用した精度の高い射撃っていうものをですね、この家にあるものを使った神業で証明したいと思います。どこのご家庭にもあるこのトイレットペーパーの芯のこの空洞穴を通して、狭い穴を通して、その先にあるペトロトロを倒す、このね、ショートバレルを使ってしっかりと軌道を補正して狙い撃ちしたいと思います。それでは早速
真ん中の筒を通して奥にあるペットボトルを打ち抜くというこのね神業に挑戦したいと思います。まあ、相当ねあの筒を通すのが難しいと思いますが、このショートバレルを使ってねうまくこうね固定しながら狙っていきたいと思います。それではスカルピストルチャレンジします。いきます。おーおーおー、皆さんスカルピストルの超精度、ショートバレルのこの性能を皆さん見ていただけたでしょうか。すごいコントロール力、まあデューの腕前もあるけどね、やっぱりこのショートバレルで球を補正してしっかりと狙った的を射抜くスカルピストル、超優秀な機体でございます。改めてですが、明日7月24日にスカルピストル発売しますので、皆さんぜひチェックしてください。そしてね、さっきデューが挑戦しましたけど、お家にあるものでね、すぐにスーパープレイ、神業とかにも挑戦できるので、皆さんね、ボトルマン1体をまず手に入れて、いろんなこのね、射撃遊びをですね、体感してほしいなと思います。そして、現在ですね、タカラトミーバトルホビーキャンペーンが実施されておりまして、8月31日まで、実施中であります。ボトルマン、ベイブレードバースト、そしてマジカパーティーのね対象商品をね組み合わせて、まあ、購入していただくと限定のねアイテムが抽選で当たるかもしれないというようなキャンペーンになっておりまして、ボトルマンに関しましてはこの豪華景品コーラマルゼロが当たるかもしれないということで、皆さんぜひこちらもチェックしてください。詳しいね応募の内容や方法についてはボトルマンのホームページキャンペーンページをご覧ください。それではみんな、スカルピストルをゲットして新たなボトルマンの時代に乗って乗って乗って乗っちゃってください。それではまた次回の放送はこちら。また会おう。アデュー。今日も見てくれてありがとう。こっちのボトルマンの動画もチェックしてくれよな。アデュー。